紐やロープを簡単にしっかり結びつけられる二結びのご紹介です。紐の先端を手前から向こうに通して右手前に戻してきます。紐の先端を元の紐の裏側に重ねて、根元の隙間に上から通して右に抜きます。もう一度同じように先端を元の紐の裏側に重ねて、根元の隙間に上から通して右に抜きます。元の紐は手前の方、先端は右の方にそれぞれ引き締めます。しっかり引き締まったら、これで二結びの結び上がりです。しっかりとロープが固定されました。